ジェフユナイテッド市原、千葉は、日本の千葉県市原市及び、千葉市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。故障は、ジェフユナイテッド千葉。通称、ジェフ。1946年総部の小賀電機、工業サッカー部が前身であり、1993年の J リーグ開幕時より加盟している10クラブの一つで、ある。 ホームタウンは2002年まで千葉県市原市、2003年から市原市を呼び千葉市へ変更、広域化された。ホームスタジアムは福田電子アリーナ、練習場はユナイテッドパークであり、クラブハウスも同地に立地している。運営会社はジェフユナイテッド株式会社。東日本旅客鉄道と小賀電機工業が50%ずつ出資している。 なお、2008年までは、資本金1億円であったが、クラブハウス建設費調達などの関係から、2009年に増額された。クラブ名の、ジェフ・ユナイテッドは、クラブとホームタウンの結びつき、チームの協調、連帯感を表現しており、1991年に、公募で決定された。なお、ジェフは、クラブの母体となった JR イースト、 古川の略称にも由来するとの原名もある。なお、クラブの故障は、当初ジェフユナイテッド市原であったが、2005年シーズンより、現在の故障としている。クラブのエンブレム及びマスコットには、秋田県がモチーフとして用いられている。マスコットは、背番号2の、ジェフイ、背番号9の、ユニティであり、両マスコットの背番号の和が11となることは一つの。 チームを示している。2011年6月にメスのミックス犬みなちゃんがマスコットに加わった。クラブのフィロソフィーとして、ウィンバイオールを掲げており、2001年シーズンより継続して使用している。1946年総部の小賀電機、工業サッカー部が前進。1965年の日本サッカーリーグに発足時から参加。日本リーグ時代は、 三菱重工や日立と共に、丸の内後参加と言われ、JSL 優勝2回、天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝4回、JSL カップ優勝3回の成績を収める。また、アジアクラブ選手権1986-87で優勝し、日本のクラブとしては初めてとなる、アジアタイトルを獲得した。 1991年6月、運営母体が、小賀電機工業と東日本旅客鉄道が、共同出資して設立した、株式会社東日本 JR 小賀サッカークラブとなり、チーム名称を、東日本 JR 小賀サッカークラブへ変更。また、同年11月にチームニックネームが、ジェフユナイテッドに決定した。ホームタウンについては、 古川の拠点としていた横浜市とは別の場所を選定することになり、一時は千葉県奈良市の奈良市の市秋津サッカー場を本拠地にすることが内定したものの、騒音問題などを危惧した周辺住民からの反対運動により断念。最終的に1992年5月に千葉県市原市をホームタウンとすることが決定した。また、 ホームスタジアムとして、市原緑地運動公園臨海競技場を改修して使用することになった。なお、1992年の J リーグカップは、大田市運動公園陸上競技場、平塚競技場、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場、及び西川岡サッカー場で主催試合を開催した。 1993年の開幕戦はサンフレッチェ広島 FC と対戦。1995年以外、順位は、中位から、下位、カップ戦もグループリーグ敗退、初戦敗退。天皇杯は、1995年から2年連続で、初戦敗退。1995年は、ブランメル仙台。1996年は、 富士通サッカー部と2年連続で JFL 勢に敗れ、プロ以降後の初勝利は1993年の大阪産業大学戦であった。1994年にはオッツェが得点王となる。観客動員は1993年がベルディ川崎に次いで2位。1994年は V 川崎とガンバ大阪に次ぐ3位で、 平均入場者数が2万人を超えていたが、1997年から2005年までの9年間は、年間入場者数が J1 下位であった。1998年までに運営会社の本社機能を浦安市から市原市へ移転。同年年間成績で16位となり、J1 参入決定戦に回り、アビスパ福岡に連勝して残留する。 1999年は、ファーストステージ15位、セカンドステージは、最終節前で、勝ち点1差の15位で、最終節で、G 大阪に勝利し、た会場の結果により、年間13位となり残留。2000年2月に、姉崎公園サッカー場へ練習場も移転して、クラブ機能の市原市への移転が完了した。同年ファーストステージ11位。 セカンドステージ再開、年間14位の成績で、J1 残留。オフには主力である、山口聡が、GE 大阪、坂井智之が、名古屋グランパスウェト、そしてバロンが、清水エスパルスへそれぞれ移籍した。2001年に当時韓国代表の FW、蔡隆史と、ボスニアヘルツェゴビナ代表の MF エディン・ムイチンそして、 スロベニア代表の DF ジェリコ・ミリノビッチが加入。ファーストステージ2位、セカンドステージは5位で、年間順位は3位。シーズン終了後に、ベルデニックが名古屋へ移籍。2002年は、ベングロッシュが監督に就任。ファーストステージ8位、セカンドステージ11位で天皇杯は、ベスト4。外駅前にあるジェフのモニュメント2018年12月1日、現在。 2018年12月1日現在。2021年8月30日現在。他クラブでの出場は含まない。200試合以上。2021年12月5日現在。他クラブでの出場は含まない。他クラブでの得点は含まない。2018年12月1日現在。2021年1月1日現在。 市原緑地運動公園臨海競技場ホームスタジアムは千葉市中央区の千葉市蘇我スポーツ公園内にある福田電子アリーナで2005年10月以降は原則としてすべてのホームゲームをここで開催している J リーグ発足当初は市原市の市原緑地運動公園臨海競技場をホームスタジアムとして複数のスタジアムで ホームゲームを開催していたが、2002FIFA ワールドカップ誘致を前提に、市原市で計画されていた千葉県への新スタジアム計画が頓挫したこともあり、クラブは2002年シーズン開幕前に、千葉市、蘇我スポーツ公園内の球技場が完成した後、市原臨海と同球技場を併用する方針を示し、2005年10月から福りでのホームゲームを開始した。 一方、市原臨海は、新スタジアム計画が頓挫したことを受けて、改修工事が必要となっていたが、日本サッカー協会より、観客席を2万人以上収容できるようにし、席をすべて個別席とすること、客席の2、3以上を終える屋根を設置すること、総座席数に対し、毎試合、観客席の8割以上の観客を動員すること、などの条件を与えられており、 市営競技場である市原臨海が当該スペックを満たすためには市の負担が大きくスタジアムの改修工事続行を断念した。なお市原臨海でのジェフのホームゲームは2007年以降開催されておらず J リーグに提示した本拠地登録も2010年を最後に抹消されている。なお過去のホームゲーム開催スタジアムはジェフユナイテッド市原 千葉の年度別成績一覧年度別入場者数を参照のこと。練習場とクラブハウスは千葉市蘇我スポーツ公園福田電子アリーナの隣接地にあるユナイテッドパーク。2009年10月にトップチームやユースチームなどの練習場、クラブハウスとして開設し、公園内の施設ともども活用されている。 2015年より、毎年秋にユナイテッドパークを会場とした、ユナパ祭りも行われ、サポーターや地域住民の交流の場となっている。J リーグ発足当初は、浦安市千鳥の小賀電機工業所有地に練習場があったが、2000年に練習場が、当時のホームスタジアムに近い市原市の姉崎、公園サッカー上営店。舞浜では、 ジュニアユースチーム及びマイハマスクールが活動を続けていたが2005年3月にマイハマスクールが閉鎖され変わって2005年からは奈良市の市赤根浜のレナウンインテリジェントジャンクション内の天然芝グラウンドにて奈良市のスクールが活動しているレディースの練習場についてはジェフユナイテッド市原千葉レディース練習場クラブハウスを参照サッカースクールは 千葉市中央区及び、三浜区、市原市、木更津市で運営している。シニア向けや女性向けのスクールも開校されている。かつては、浦安市や栃木県宇都宮市のほか、東北電力名取スポーツパークと提携して、スクールの運営も行っていた。これは、ジェフが、J リーグ発足当初、市原市を中心とし、JR 東日本沿線の東北、関東、 高信越の各地域を広域的にネットワークする構想を持っていたことの名残である。また、スクールのデリバリー版として、サッカーを届けたいが主に、市原市、千葉市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校などを範囲として訪問しており、千葉大学等と提携した指導者向けの講習や、千葉市や周辺地域の指導者講習への講師派遣も行っている。 小学生年代には前述の普及に主眼を置いたスクールの他にチームは持っていなかったが2017年より将来的にトップチームや世界の舞台で活躍する選手を育成することを目的としたジェフユナイテッド市原千葉エリートプログラム U-12 強化スクールを開校しセレクションを開始2017年10月には2018年より ジェフユナイテッド千葉 U-12 を正式に設立し、2018年度の U-10 チームより活動を始めることが発表された。ジュニアユースは市原市辰巳台地区と奈良市の市赤根浜地区の2チームが存在したが、2010年より統合され、福田電子フィールド等を拠点とした1チームで活動している。ユースはトップチームらと同様に、 ユナイテッドパークや福田電子スクエア、福田電子フィールド等を拠点として活動を行っている。2017年度より下級生などを中心とした B チームも高校生年代のリーグ戦に参入し育成機会の増加を図っている。下部関連組織として女子チームのジェフユナイテッド市原、千葉レディースがある。ジェフ・エルは当初から ジェフの下部組織として運営されており、レディースの U-18U-15 チームも活動している。なお、セカンドチームとして、ジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズが活動していたが、2011年をもって活動を終了した。スタッフ、所属選手成績スタッフ、所属選手成績スタッフ、所属選手成績,手成績ジェフユナイテッド市原、千葉の決算は、 次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、金額の単位、100万円人件費は、事業費に含まれる。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014、2015、金額の単位、100万円出展。 各年度の J クラブ決算一覧。2016、2017、2018、2019、2020金額の他に100万円出展。各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017。 2018, 2019, 2020金額の谷、100万円、ジェフユナイテッドに関するカテゴリー。ありがとうございます。